本日はパイフォトニクス株式会社にお邪魔しています。会社のことは表山がいろいろと聞いたので、ここからは池田社長に話を聞いちゃいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もともと光の研究をしていたと聞いたんですが、どんな研究をされていたんですか？そうですね、私大学時代に光応用工学科という光技術の応用に特化した工学部に在籍していました。でその時にホログラフィーという光技術と出会いました。説明しよう。ホログラフィーとはレーザー光線などを利用して空中に立体的な映像を映し出す光技術のことなんだ。具体的にはこのヘッドマウンティッドディスプレイというゴーグル型のディスプレイを開発しまして、でそこで小さな LED 光源と小さな液晶パネルを使って 3D 映像が空中に浮かんで見えるようなもの、そちらの研究開発を3年間行ってました、ね、すごいですね。この光を演出、建築、検査、工場で使っているということですが、光技術を工場、安心、工場や安全ってどうやって光を使うんですか？そうですね、今我々の製品が、製造業が、持っている工場の中で数多く使えています。で元々のきっかけは、ある鉄鋼メーカーさんの現場でクレーンというのがあるんですね。でクレーンというのが、巨大な鉄の塊を運んだりします。でこのクレーンで吊り上げるときに、その荷物の中心にちゃんと重心にフックを下ろして吊り上げるんですけども、それがずれてしまうこともあります。それによって重心バランスが崩れて移動中に巨大な鉄の塊が落下する、それで実際に死亡事故の起こるケースもあるわけなんですね。でそこで当社のこのホロライトっていう光が使えるんじゃないかと、商社さんが突然ある日やってきました。でお話伺ったところ、できそうですし、我々としても、そういう使い方は今までないんですけども、ぜひぜひ使ってくださいという形で使っていただいたのが最初のきっかけが、それが2014年だったと思います。なるほど、工場で働く人々の安全を守っているんですね。ところで道路でもホロライトの光を使って安心安全を守っていると聞いたのですが、道路ではどのようにホロライトが使われているんですか？東北自動車道になるんですけども、やっぱり雪国の中でその視程障害、いわゆるホワイトアウト現象というもので、雪がもう吹雪が強くなってくると、もう一面真っ白になってしまって、運転する時の視界が全くなくなってしまうと。真っ白、何も見えないですね。でそうなった時に、どうするかというと、とにかくゆっくり走る、追突しないようにする、あとは雪の壁にぶつからないようにするということで、もう真っ白になっちゃうと地面か雪の壁かってもう区別がつかないらしいです。でその中でそのホロライトラインというものが使えるんじゃないかということで実証実験を始めていったという形になります。で具体的にはその緑の明るいライン光を情報から地面に向けて、いわゆる外側線のところのみを照射するというものになっております。確かにこれだと外側線が分かって安全に運転できる。これで雪国の方々も安心して運転ができますね。池田社長、それでは最後にメッセージをお願いします。はい、わかりました。当社は新しい光の使い方を追求して地球の未来を開いていくというスローガンでやっております。これからもみんなで一緒にやらないか。池田社長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。